ジャッジアイズ、続きからプレイしていきましょう。二つ依頼があるね。じゃあ、一番上のやつやろうか。下着泥棒を捕まえてください。下着泥棒を捕まえてください。盗まれたのは妹のパンティで、盗んだのは警察も捕まえられない凄腕の変態なんです。変態は妹のパンティを気に入ってしまったようで、今後行為がエスカレートしないか心配です。M サイドカフェにて、妹と二人でお待ちしております。俺は、黒髪短髪の美少年。妹は黒髪ロングです、うん、昔黒髪ロングがめちゃくちゃ好きでね、ちょっと待って、これまとめて受けるのはさすがに無理か。行こう。めちゃくちゃね好きでな、仲間由紀恵さんとか、まあ今でも結構仲間由紀恵さん好きなんだけど、何どうした、何どうした、キムさん、ヤガミさん、どうした、どうしたの、そんなに慌てて。待てがる、わ、来た、すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。牛島くんや。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか。笠井さん、あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は、焼肉屋で働かせといたら、もったいねえだろ。声どうなってる？あなたには、関係ありません。なあ、キムさん。外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあるんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？ふん。宝は持ち去れって。強盗か。まあ、あんたの場合、あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ！タイヤ引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の笠井玄太様に喧嘩を売るった社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。面白い声してる人だな。自転車取れ。やばい、ちょっと待って、自転車が欲しいんだよ。ブサイクなやつの顔はいらないんだよ。自転車、自転車、こっちないな。壊しちゃったかな。あ、あるじゃん、あるじゃん。よし、待って、これ、ちょっと危なっ。おら、やった、めっちゃ怯えてんな。そら怯える。ちょっと待って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 、俺は自転車が欲しいんだ。バカ野郎、俺の自転車が壊れてじゃねえか。お前よ、やば、ちょっと待って、逃げろ逃げろ逃げさせろ。痛い痛い痛い、もう怪我しちゃったじゃないか。どうしたら、おら、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って待って待って、いった、よし、いった、なかなかうまくいかない。おら、やば、ちょっと待って、逃げろ逃げろ、あ、危な、おら、ダメか、おら、お、自転車あるじゃん、おら、おら、よし。カラーコーンが、カラーコーンっていうのかな、パイロンか、パイロンだな。
ついだろ。畜生、優等生やろうが。バカは引っ込んでろ。とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おととい来やがれ。おととい来やがれ。バーカ、そりゃ追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。通行に向けたな。大丈夫。ヤガミさん、ありがとうございます。でもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。ああ、それもそうか。まあでも狭い町だからね、すぐ探してきそうだけど。俺パンツの方行かないといけないんだけど。八神さん、すみません。私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。京浜同盟とか言ってたが、何者なの？最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつらすごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい、みんなあいつらには困ってます。この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。それをキムさんがかばってやったわけだ。店長として当然のことです。八神さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。まあ一応気をつけるよ。私ここにいますから、困ったことがあったら言ってください。無視することもできますが、懲らしめることで SP やアイテムなどの報酬を得ることができます。はあ、でも今までもね、別に京浜同盟以外ともかなりな揉めてきたしな。な、よし。カイドウさんからの連絡はまだ来ないか。どうしたもんかな。お、ドローン。なんだ一体。ミレニアムタワーの方に飛んでいったみたいだな。ちょっと様子を見に行ってみるか。え、俺パンツの方行きたいんだけど。パンツ。これケースファイルに入ってんの？ケースファイルか。目の前だな。よしよし。リンゴハットじゃん。え、何？待て。よし、景品の上。行くぞ。ちょっと待って、リンゴハットの中入れねえじゃねえか。よし、おら、いなば。ビーズか、お前は。ん？やってやんのって何？ほら、やってみろ。いい加減にしろよ。よし、リンゴハットだ。よしよし、ちょっと食べよう。いらっしゃいませ。はいはい。それ、ちゃんぽんめっちゃ好きだよね、俺。ちょくちょくね、リンガハットで食べたりするんだけど。怪我しちゃってるもんな。ありがとうございました。うん、ありがとう。また直しとかないとな。よし、入れて。ここが、この中か。どの辺にいる？どこだ？あ、これか。あのすいません、早乙女さんでしょうか。私、八神探偵事務所の八神という者です。ああ、八神さん来てくれたんですね。待ってました。どうも。俺は早乙女陽介って言います。こいつは妹の早乙女月乃です。月乃ちゃん、よろしくお願いします。すごい、こう反応に困るな。そうだ、
唇があんまり自分の好みじゃないっていうのがすごいあれだな反応に困る原因かもしれない。よく似てるな、双子か。あ、唇似てんな、やっぱり。それでは早速ですが、ご依頼の内容をお聞かせいただけますか。その前に八神さん、変態三重師ってご存知ですか。ご存知ねえよ。変態三重師？何ですかそれ。最近神室町を騒がしている3人の変態ですよ。下着泥棒、痴漢、覗き魔。どいつもこいつもこれまでの変態とは桁違いのド変態ばかりらしいです。そんな奴がいるんですか。はい、そのうちの一人にパンティ教授と呼ばれている変態がいるそうです。え？パンティ教授？パンティに対する異常な執着心からそう呼ばれているそうです。変態三重師パンティ教授実は先日妹の月乃がこのパンティ教授の被害に遭ってしまったんです。それはお気の毒に。お願いします。だから八神さんには妹のパンティを盗んだ変態を捕まえてほしいんです。お願いします。探偵さんお願いします。このままじゃ夜も眠れないんです。まずは具体的な被害状況について教えてくれますか。盗まれたのはベランダに干しておいた私のパンティーです。パンティーって言うの、近頃の若者は。それも同じデザインのものばかり盗まれるんです。なるほど、パンティー教授と呼ばれるだけあってこだわりがあるようですね。何の話をしてるんだお前は。ところで犯人の姿は見たんですか。そういえば犯人というかドローンがパンティーを持ち去る姿を見ました。さっきのあれがそうなのか。ドローン、パンティー教授のやつ、下着を盗むのにドローンを使ってるらしいんです。ああなるほど、だから犯人がパンディ教授だと思ったんですね。ちなみに警察に被害届は出されたんでしょうか。もちろんです。ただなかなか尻尾をつかめないみたいで苦戦しているようです。ドローンが素早くて捕まえられないみたいです。捕まえるのに工夫が必要ですよ。必要そうですね。さてどうしたものか。八神さん、引き受けてもらえるんですよね。代金は5万円で依頼出してましたけど。はい。ええ、問題ありません。ですが、学生さんなのに払えますか？そこは大丈夫です。心配無用です。でも、どうやって捕まえます？おびき出してみましょうか。パンティを使って。なるほど。ってことは、パンティ教授の好みを知る必要がありますね。そう。つまり、妹さんのパンティの趣味を聞く必要があるわけだが、そこによるんじゃない。バカ野郎、聞くに決まってんだろ。調査のためだ。では月乃さん、あなたが普段履いているパンティの趣味を教えていただけますか。え？月乃、八神さんに教えてあげるんだ。白なのか、黒なのか、ハイリグなのか。お願いします。できれば詳細にお願いします。え？詳細にっていいか、これは調査のためだ。八神さんが変態だから聞いてるんじゃないんだぞ。お願いします。断じて個人的な趣味で聞いているわけではありません。その私のパンティーの柄は、これボイスないのかな。ここエースのパンティーです。色は赤か黒で、あとリボンが好きなので、リボンのついた赤か黒のレースのパンティーですね。ご協力ありがとうございます。この兄ちゃんが一番やばいよな。うなずいてんだもんな。意外と大人っぽい趣味だな。ではパンティ教授の好みの下着を事務所の屋上に干しておきましょう。その変態が神室町付近を縄張りにしているのなら現れるかもしれません。でも捕まえられますかね。相手はドローンですし逃げられちゃいませんか。逃げられても見つけられるように下着に GPS 発信機を仕込んでおくつもりです。確かにそれなら捕まえられるかも。では八神さん、よろしくお願いします。パンティ教授絶対に捕まえてください。ええ、はい、任せてください。サムズアップはやめてくれ。腰の低い子だなこの子。さてル・マルシェでパンティーを買ってくるか。パンティーを買ってくるかって俺多分一生話さない単語かもしれないな。こういうことでもなければ。ちょっと待って、マップがさ、これが、あれでしょ？ミレニアムタワーってやつでしょ？これ何？これ何？でも、パンティーからやりたいな。パンティーからやりたいなってなんだ？ル・マルシェってどこですか？
ル・マルシェってどれだ？ん？普通にあれだよね、買い物のマークだよね。ドンキー、エビスやル・マルシェ。じゃあここついでに行くか。これにしよう。ル・マルシェ。パンティ買ってくるかと絶対言わないな。っていうか付き合ってる相手に対しても多分買わないでしょ。下着は送らないでしょ、さすがに。送るのかな普通。俺わかんないんだけど、経験がないもんで。行った。下着ってだって本当に好みあるじゃん。自分の好みのやつを履かせるわけにはいかないでしょ。なんだてめえ、なんだてめえ、おら、やんのか、おら。よし、やばい、行った。ちょっと待て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 、話せばわかる、話せばわかる、話せばわかるっつってんだろ。そんな痛くないだろ。あ、いいね、いいのあんじゃん。よしよし、オッケー。しばらく寝とけって。ん、なんだこの音。アラームかなんか？こんな街中で。どっからな。ええー、ちっちゃ。何？爆発した？うわぁ。警察、警察！逃げろ。どういうことだ？もしかして、テロ？またこの音だ。これ、爆弾の音か？どっから鳴ってるんだ？カムロの爆弾魔。ん？こっちだな。めっちゃ刺されてるわ。あった。爆弾はこれか。ん？ああ、まあ。なんでこんなところに子供が一人でいるんだ。まずい。あとタイマーは数十秒。助けを呼んでる暇はない。どうする？どうする？どうする？考えてる暇はない。くそ。あと15秒。なんでこんなことに。畜生。どうせもう時間はない。ダメで元々だ。うわっ。え、なんで。普通に考えておかしくない？あれぐらいの爆発だったらちょっと離して置いとけばいいんじゃない？お、もしかして助かった？ヤスくん、ママ、ごめんね、ごめんね。ふぅ、よかった、助かった。マジで死ぬこと、ん？電話？非通知か。誰だ？もしもし。もしもし。ガムロ町に爆弾を仕掛けた。は？ガムロ町に爆弾を仕掛けた。全部で3つだ。最初に爆発したのが1つ目。さっきお前が解除したのが2つ目。だがもう1つ残ってる。ちょっと待て。お前誰だよ？なんで俺の番号知ってんだ？目玉話をしている時間はないぜ。爆弾が爆発するまではあと5分だ。被害を出したくなければ急いで探すんだな。待て待て。わかったから、爆弾を探すってもどこを探せばいいんだよ。それもそうだな。いいぜ。ヒントをくれてやる。王者の町の天使だ。王者の町の天使？おい、意味がわかんねえよ。あとは自分で考えろ。いいか、5分だ。あと5分で爆発するぜ。急がないと大変なことになるぞ。王者の町の天使だと。え、ちょっと待って、待って待って待って。王者。天下一か、天下一か。天下一の、天使、天使。天使。アムールじゃないよな、牛角でもないよな。え、でもそうだよね。王者って言うと、やっぱ、天下一通りとかになると思うんだけど、王者の町の天使？天使っつうのがよくわかんないけど、とりあえず天下一通りまで走るか。めっちゃ焦るからやめてくんないかな、この上のやつ。王者だから多分、天下一だと思うんだけどな。てめえな。はい。
気する場合じゃねえんだバカ野郎。やばい、ほらほらほら、よし、ん、何を許さないって。すごいよな、ガンってやっただけで壊れるんだもんなバイクが。やべえ、時間がね。待て待て待て、王者の町の天使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 ん？ふふんって言ったけど、なんだ天使天使天使、この裏か、もしかして天使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 、この上とかか、天使天上か、合ってる合ってるか、どこだ、ないないか、ないな、ないないな、やったぜみたいな感じで行っちゃったけど、全然あれだったな。待って待って待って、どこだ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 、やばいぞ。天使ってなんだ、ん、まずい、王者の街って一体どこのこと言ってんだ。あ、チャンピオン街か、チャン、あー、だけどチャンピオン街、シェラックって何？あ、天使って何？あ、そんなんあんの？え、てか普通に教えてくれんの？チャンピオン街ってどれ？チャンピオン、チャンピオン。Where the champion？ アジア。え、チャンピオン街ってどれ？天下一位。ん？どこのこと言ってたの？全然分かってないんだけど。ん？七福でしょ？チャンピオン街ってどれ？チャンピオン、チャンピオン。ん？全然分かってないんだけど。びっくりするほど分かってない。九州一番、あ、ここか、はいはいはい、これか、遠全然遠いんだけど。そうか、天下一も王者だと思うんだけど、ダメダメか、結構遠いな。ごめんよ、急いでんだよ。でも普通に出てんだな。てか情報を教えてくれるのがありがたいよね。完全に逆言ってたんだな俺。よし、ピッピピッピを早くするのやめろ。よし、マジかよ、マジか、マジ、ちょっと待って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 、よし、時間がないんだよ。いった、よし、オッケー、しばらく寝とけ、やばいやばい、時間がない。こうか、王者の町の天使、チャンピオン街のアテンシのことだよな。爆弾はどこだ、あった、さっきと同じタイプの爆弾だから、コードを切れば。なんで赤でいけると思うんだ、どうだ、よし、カウントが止まったぞ。はあ、よかった。もしもし、もしもし、やるじゃないかお前、
こんなことして目的は何だ。ま、そうせんなってお前は選ばれたんだよ。選ばれた？そうさ、お前が止めるか俺がカムロ町を吹っ飛ばすかの二つに一つだ。まだ続けるぞ。お行儀よく待ってろ。おい、切りやがった。一体こいつは何なんだ。まだ続くって言ってたよな。クソ、どうすりゃいいんだ。はい、ということで次回ドローンからやりましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。